今回は、エースを狙え。監督は、手崎治。1979年の作品です。ミーハー気分で名門県立西高校テニス部に入部した岡博美は、新任の宗方コーチに見出され、鬼の特訓を経て、徐々に本格テニスプレイヤーとして覚醒していく、というお話です。山本すみかの少女漫画が原作。テレビシリーズの興行を経て、劇場用に完全オリジナル作品として制作されました。今見ても斬新な、手崎演出の真骨頂。テレビシリーズから固定の声優、岡博美の高坂誠、相川真希の菅山雅子、お蝶夫人の池田雅子は、見ていて安心のクオリティです。